皆さんこんにちは、メイプラです。今日は皆さん何の日かお分かりですか？3月9日といえば、そうです、ガンダムファンにとってはザクの日ということで、今回は僕が積んでるプラモの中から数体あるザクの中でこれを選んでみました。はい、こちら映画ククルス・ドアンの島よりプレ版限定ハイグレードドアン専用ザクでーす。ということでね、こちらついに作る日がやってきました。あと僕ね、もうここでネタバレしちゃいますけど、来月4月6日はジムの日もやってきます。このジムの日にはね、このククルス・ドアン系統であれを作っちゃおうかなと思ってます。ということで、まあ、そこのつながりもありつつ、今回はこちらのドアン専用ザクを作っていきたいと思います。まずはこのパッケージですね。通常のガンプラとか、あとはプレ版限定キットとかとはちょっと打って変わって、こちらはね、もう映画版のキットということで、このような箱絵になってます。まあ、映画版のこのドアン専用ザクなんですけど、最大の特徴はやっぱりこれですね。このお顔、通常のザクよりここの部分がビヨーンと伸びてます。あとは至る所にこうやってパーツが剥がれている、こういった加工もされたようなあのキットになりますので、これはね、作った後の完成も非常に楽しみにしております。それでは早速いろいろと見ていきたいと思います。はい、まずは箱の側面ですね。このように完成のドアンザクがずらっと載ってます。皆さんこれお分かりですか？あの名シーンです。映画ではなくてアニメのシーンですね。なんかあの海の中っていうか、海をねババーっと走るようなシーンがあったんですけど、それがね、まあとんでもないバランスで描かれていると、それが再現されてます。そして逆側はこのような感じです。まあなんか映画のちょっとしたことが書いてありますね。それでは箱を開けていきたいと思います。オープン。はい、中身はこんな感じですね。色がかなり渋い、だいぶ深みのあるグリーンですね。あとは通常のザクカラーといいますか、薄い感じのグリーンですね。ランナーはそこそこ入ってます。そして説明書、袋に入ったランナーはこんな感じ。水転写式デカールがあるのが嬉しいですね。それでは袋からランナーを取り出していきたいと思います。袋から取り出したランナーがこちらですね。大小様々なんですけど、一番ちっちゃいランナーでこんな感じ。パーツが2つしかついてないです。これはかなり特殊なランナーで、こんな感じでグニョングニョンしますね。こんな感じで大小様々なランナーが、まずは10、そしてポリキャップが1、あとは説明書とこのようにマーキングシール、リアリスティックデカールみたいな感じのデカールと水転写式デカールが付属してます。で、このランナーで特筆すべきはこちら、見えますかね。ハイグレード144/1ザクカッコオリジンってあるんですね。オリジンのザクがベースとなってます。そしてこっち側、このパーツは新規造形でこのような感じです。はい、ハイグレードザクドアン機とあります。それでは早速作っていきたいと思います。まずはこちら、タミヤの先細薄刃ニッパーで少しだけゲートを残してカットしていきます。カットしたら残ったゲートを今度はこちら、アルティメットニッパーでカットしていきます。それではね、皆さん、ここから次のシーンはもうかなりいいとこまですっ飛ばしていきますんで、それでは次のシーンどうぞ。約2時間かけてここまで作り終えました。それでは最終段階、一番のお楽しみ、組み上げいきたいと思います。まずは足のパーツ、オリジン作りがいいですね。前々からいろんなところで噂は聞いてたんですけど、こういう作りだったらオリジンに手を出したくなる。まあ人それぞれで考え方はあるかもしれないですけど、リアルグレードとかよりもオリジンのハイグレード、まあまあハイグレードなんですけど、そっちの方が好きな方
多いかもしれないですね。あとはやっぱりね、オリジンって種類が豊富だし、いろんなキットがあるんで集めがいありますよね。はい、下半身完成しました。めちゃくちゃ雰囲気ありますね。ザクだな、ザク。で、腕をつけます。やっぱね、同じハイグレードでもシリーズが違うだけでこうも違うのかという、いいですね。そして最後は、はい、お顔をつけると。はい、うおー、想像以上にかっこよくないですね。映画のドアンザクというよりも本当にアニメのドアンザクのダサさの方が強い。動画の角度的に一番ダメな角度を撮ってるかもしれないですね。いいじゃないですか、ドアン専用ザク。はい、一応これで完成となります。あのザクマシンガンやザクバズーカはついておりません、そしてこちらヒートホークは2種ついてましたね、こちらのこの突起物がついている方はここにこのようにつけることができます。はい、いやー、想像以上にこれはダサかったけどね、これがドアンザクの本質ですよね。こっからウェザリングとかしてどこまでかっこよくなるかっていうとこです。あとはこのデカールですね、映画見た方わかると思うんですけど、このサザンクロス隊のこのマークですよ、めっちゃかっこいい。マーキングシール、これも全くと言っていいほど貼ってません。この物合いの部分しか貼ってないんでね、いろいろやった後にこれもつけていきたいと思います。それでは細部見ていきたいと思います。まずは特徴的な顔とそれ以外の部分ですけど、このように装甲が剥がれたようなモールドありますね。ここはね、たくさんあります。まずシールドの部分、こういったところが結構剥がれたようなね、デールをしてます。あとはね、ここもそうですね、逆側と比べてここも、もう装甲が取れたようなそんな、感じしてます。ここも、あとここもですね、もうここの部分の装甲がバカンと取れたような感じです。あとは足元もそうですね、このだいたい色味が濃い部分っていうのはそういうイメージ持ってもらったらいいと思います。後ろここもですね、ですごくよくできてるなと思ったのが、こっちは装甲が剥がれてない部分ですね。ここはもちろんなんですけど、ここっていうのはつら位置ですね。ここ厚みはつら位置です。でもこちらの方っていうのはちゃんとこの段差があるんですよ。ちゃんと上の部分の装甲が剥がれたようなそんな仕上がりになってます。ここら辺もね、かなり細かく作られてるなぁと思いましたね。それと、あとはね、オリジン自体を僕はもうほぼほぼ初めて作ったような感じになります。この前フルアーマーガンダムを作った時に、あ、これがオリジンかっていう感じはあったんですけど、ほとんどのパーツがオリジンっていうのはこれが初めてになるのかな。フルアーマーガンダムもまあほとんどオリジンだったのかなっていう感じですけど、まあ、これで一応オリジンのガンダムとザクは、形状は作ったということになりますね。結構こういったところもね、このようになんか稼働したり、ここはどんな意味があるんですかね、ここの稼働っていうのはちょっとよくわかんないですけど、ここのポリキャップがちょっと甘いのか、ここの動きは甘いですね。なんかね、グラ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 しちゃいます。あとでね、ちょっとポージングとかも決めてみたいなと思うんですけど、思ってた以上にダサかった。今回の動画いかがだったでしょうか。今日は3月の9日ザクの日にちなんで、こちらククルスドアンの島よりハイグレードドアン専用ザクを作ってみました。正直思っていたほどの衝撃はなかったんですけども、このポーズで飾れるだけでもまあまあよしとしようかなと思います。ちなみにね、今日この3月9日ザクの日に皆さんが
どんなザクを作られたのか、よかったらコメント欄にて教えてください。まあね、作ってない方でもコメント感想どんどんお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではまた。 Have a nice メイプラ。来月はジムの日。